バカギャルになりました。ちょっと完成形見せようと思って、ちょっと残り10分ほどで1年間を振り返ろうと思います。1年間を振り返っていこうと思うんですが、今年の1月は何がありました？今年の1月は何があった？何があったんだろう、思い出せない。2月は誕生日があった。誕生日がありました。あと田辺まだ田辺復帰した、バイバイしちゃった。でガールズガールズさん、なんかめっちゃ綺麗な方たちでした。2月は生誕祭、3月はでも1月黒髪だった。3月はなんだろう、3月なんかあったっけ。3月は思い出せない。4月は4月も思い出せない。5月も思い出せ、3月と4月は春コンでしたね。春コンがあって、その時に何やったんだっけ、ブルーローズしてもう一生やらないって決めたいや一生やらないって決めて、で東京の方は髪の毛をエクステして金髪にしてたですね。で5月は好きになっちゃったの MV を撮った気がする、知らんけど。5月か6月に撮った気がする、知らんけどね撮った記憶がある。6月は MV 撮ったかもしれないでもバスケ見たりしてプライベートは充実しましたね。7月なんかライブがいっぱいあった気がする。7月は夏のイベントにたくさん出た。7月は知らんけど、8月からかな、サマーツアー。8月からサマーツアー、7月からだっけ。8月から宮城でライブしましたね。7月そうじゃん、声出していこうぜの初日じゃん。めっちゃ忘れてた、初日の存在。初日してた。とエスケーフェスティバルもどっかで終わってましたね。千秋楽迎えて、8月にサマーツアーして、9月もサマーツアーして、リクアはしたで、10月は周年があって会ったね。あった。で、10月に高須先生との対談を実はした。が記事上がったのは一昨日か昨日です。でした。で11月は。なんか警察のやつやったりした。あとで久々に11月はグラビアがあった。グラビアがあって、グラビアでしたグラビアした。暗いんだよ、どっちみち暗いか。で11月はあとジョンラジもしたし、FC 岐阜もした。で12月はシーホースの試合に行った。 SKY も12月に発売されて、グラビアも12月に発売されて、
今月は雑誌掲載が多かったです。で、なんかインスタフォローしますって言ってフォローされなかった月でした。ロケしてたのに。インスタフォローしますって3人に言われて3人ともインスタフォローしてくれなかったですね、っていうのがありました。そういうのがありましたね。12月で、今日はユニバも行けた。仕事でユニバ行ってんのやばくない？あ、でインフルなった。インフルなりましたね。インフルなって今ZEP ツアーじゃない、あのチームツアーもあって楽しかったです。って感じですかね。ミニモニみたいでしょ、かわいいでしょ。カミカさん今日もね徹底的に遊んでやりますよ。って感じですね。今年1年は楽しいことも、うざいこともいっぱいありました。笑って泣いての1年間でしたね今年は。今年もでした。まあいろんな感情が生まれた1年でした。なんでまあ充実してましたね。全体的に充実なさってて。真面目か。そう、こうやってこう見えて真面目なんですよ。適当なんだけど真面目なの、こう見えて。まあ総括、はい、喜怒哀楽がしっかりとした1年間でした。来年は喜怒楽で行きたいですね。こちらの2点で行かせていただきたいなと思います。来年こそ。まあ2023年今日で最後なので、まあ最後をぶち上げていこうと思います。あ、怒りじゃなかった、喜と楽だよ、ごめんね。喜とで行かせていただきます。喜と楽で行かせていただきたいなと思います。2024年も皆さんと楽しい1年を、まあ、皆さんにとって充実した1年を過ごしてもらえるのに頑張ります。やさぐれてるのはよく見かけ、え、何を持ってやさぐれてるの？喋り方ってこと？ガチでやさぐれてたらさ、配信なんてマジでしないけどね。しないけどね。アイドルの仕事なんてやさぐれてたらしないですよ。まあ超そう見えたかもしれないんですけど、まあ次はじゃあ見えないように、やさぐれないように、やさぐれてるって思われないように、いいことがいっぱいある年にしたいと思います。頑張ります。そう見られないように、次は頑張るので待っててね。待っててね。2024年名古屋に遊びに来たんですが、公演会場の行き方が分からなくて。どこの公演ですか？今は名鉄からバスが出てるはずです。名鉄かな、分かんないけど。ね、来年は本当にいいことがたくさんあるといいですね。なんか自分の中でいいって思えることがたくさんあったらいいなと。なんかイラつくことがさ、やっぱどうしてもいっぱいあるからさ。なんかイライラして、イライラせずに、なんかイライラの記憶がなんか思い出したくないかも。たまやー、
でも今年はね、なんかみんな頑張りたいから次頑張ろうね、みんな一緒に頑張ってくださったら嬉しいです。まあ自分頑張ってくださってるんですけどね、本当に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 頑張ってくださってるんですけど、来年もっと一緒に頑張ってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。もう皆さんがありきのあれで申し訳ないんですけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に、あ、そうだね、健康第一だね。今年あと健康、体調不良がめちゃくちゃ多かったので、体調不良にならないように来年は頑張りたいと思います。程よくなの、めっちゃ頑張っていただきたいんだけど、個人的には頑張ってほしいんだけど、陰ながらなんだ、表側から頑張ってほしかったけど、頑張ってくれる人いないのかな、一緒に一緒に頑張ってくださる方募集中です。一緒に頑張りまと、なのでみんなと楽しく1年終われるように頑張りまってた。ってことでショールームも本当に本当に最後にしたいと思います。2023年たくさん見てくださりありがとうございました。たくさん、まあ、インスタライブも今からちょっとして終わりたいと思います。来年もよろしくお願いします。じゃあまやちゃんは頑張ってきます、流しも。ってことで本当お世話になりました。マジでイベントとかも頑張ってくれてありがとうね、みんな嬉しかったです。じゃあ良いお年を。今からはインスタライブに移行します。インスタライブもちょっと終わって着替えたいと思います。じゃあね、良いお年を。ありがとう、ショールーマーは私や、ショールーム勢の皆さんありがとうございました。うさぎ年、バイバイ。あ、最後のスクショタイム。はい、ありがとうございました。今のスクショタイムだったら載せても大丈夫です。じゃあね、会いましょう。バイバーイ。またね、良いお年を。